しょうもいな俺。自分で立候補しといてこのざまやろ。みんなはちゃんとしてんのに。いいところばっかりやね。ダメだよ。大事なことでしょ。こいつしょうもないことしてんなって思ってたよ。かっこいいなって思う。昔から面倒なことも苦手だし、だから正直一生懸命になり方がよくわかんない。では流星が何でもできるから。急にリーダーとか任されて絶対引き受けない自信。何にでも一生懸命に熱くなれば。だからの周りはなんかいつも太陽みたいな匂いがして、宝みたいになれたらなって憧れてたし、だから宝と踊ろうって俺なりに頑張ってさ。リーダーは張り切ってる。ダンスがうまい。ウゴーっていう声が好き。大学の授業のことを心配してくれる。宝は俺たちの宝だよ。俺この後の人生どうなろうと、この日のこと絶対に忘れん。演じにしては暗くない？こっから最高になるって確信してるってことや。逃がした宝に感謝ってくらいのバージョンだよ。次の世代の誰か、僕らの子供たちが迷わない。